今日はお集まりいただきましてありがとうございます。こんなになあのたくさんの方が来ていただけると思ってなくて非常に緊張しております。よろしくお願いします。まず自己紹介からさせていただきます。こんなアイコンでゆうという名前で活動しています。今日は長野県から始発できました。IT 系ではない会社員で2人の娘がおります。で地元のワードビーチ長野で何度か登壇させていただいてるんですけども、恐れ多くもこんな大きな場でお話しする機会をいただきまして本当にありがとうございます。今日は私などよりもよっぽどすぐ家族を養っておられるブロガーさんなんかもセッションもありましたので大変ちょっと恐縮なんですけれども、それでも長くやってると見えてくるものもありますので、私一会社員としてブログを続けてきて経験してきたことが皆様の何かプラスになれたらなと思っております。本日はよろしくお願いします。私なんですけども、こういう仕事をしています。私はウェブ制作やってる人間じゃなくて製造業の上司室にいます。製造しているところとあと上司室で、生産管理システムがありまして、で現場の人からいろいろこんなの欲しいって言われるんですけども、そういうのをデータベースに入ってるデータをこう引っこ抜いてゴリゴリやってどうぞっていう、そういう仕事をしている人間で、ゴリゴリの Windows のユーザーです。ウェブ系の仕事の方って Mac の方多いと思うんですけども、私は得意なソフトは Excel ですっていう、そういう人間でマイクロソフト製品の恩恵で生きているみたいな。はい、でじゃあウェブ系の人間じゃないのにワードプレスで何をしているかといいますと、私は会社のコーポレートサイトの一部にワードプレスが使われておりまして、でそのウェブサイトの保守をしてます。でネットで物を売る会社じゃないので大したことはしてないんですけども、ただ保守をするにあたってワードプレスの知識が必要になりましたので、自分の勉強のためにブログを立ち上げようと思ったのが、7年前になりまして、それで自分のブログを、こんな感じで作ったのが、ワードプレスと関わったきっかけです。そうです、2012年の1月に開設して現在350記事ぐらいです。で月に10万 PV ぐらい見ていただいております。でジャンルがすごく雑多な分野に盛れまして、仕事でやっているオフィス系の VBA であることとか、あとワードプレスを、自分のブログにカスタマイズしたような内容なものを書いていたりとか、もうその他には子育てとかあと裁縫とか、なんかもう何でもかんでも書いちゃってるような、そんなブログです。でこの仕事がきっかけで書籍の仕事をさせていただいておりまして、3年前ぐらいにブログの問い合わせからちょっとお話しいただきまして、Excel とアクセスを連携させるとかアクセスがどうだろうとか、そういう本を今書かせてもらってて、今年の冬に5冊目が出るところなんですけども、今ここにお集まりの方であんまりこのジャンルやってる方いらっしゃらないと思うので、こんなこともしていますということですね。はい、今日お話しすることなんですけれども、私はワードプレスの制作に関してはせいぜい自分のブログのテーマを自分で作ってるぐらいでスキルは高くないんです。ただブログをもう丸6年はやってますので、今日はその、運営のお話をさせてもらおうと思ってます。で、タイトルとか概要とかでは何度もお目にかかっていると思うんですけれども、ブログを立ち上げたはいいものの1年続かないという方がやはり多いみたいなので、やっぱり各位私も最初の1年は辛かったんですよね。そのあたりの体験談を含めて1年の壁みたいな、そんなような書き方でこんな内容でお話しさせていただけたらと思います。他の皆さんは技術の話たくさんしてらっしゃると思うんですけど、ここではコンテンツの中身の話をしようと思ってます。で私の主観や体験談も含まれますので、そんな感じでよろしくお願いします。はい、じゃあ本題に入ります。どうしてブログが続かないのか、今回のテーマですね。これは何度も言ってますけども、開設して1年後には9割の方の更新が途絶えているのではないかという説ですよね、あります。でこれ私すごい分かるんです、とても分かるんです。私も最初に辛かったんです。1年目特に半年、最初の半年は泣かず飛ばずで、内容よりタイトルを工夫してみたりで、何々するための何々何銭とかね、10銭とか、ね、私もやりましたあれ悪くないんですけどね、やっぱ SNS 映えというのがありますので、で2年目ぐらいにその1年目に頑張ったのの結果がやっと、ね、ちょっと見えてきて、あ、このままこのペースで続けてもいいんだってやっと思えるようになったので、そこまでたどり着かなかったら多分私もやめてたかもしれないですね。で
3年目になったところでようやく日々の PV とかをもう毎日チェックするようなことしなくても、そんな気にしなくブログってのをやれるようになってきたという感じですね。で、まあ、4年目以降はもう気楽にやってまして、でもそれでも本当に最初の 1,2 年目に書いた記事が未だに根強く生きてるっていう、こういうお話をさせていただこうと思ってます。はい、ここでちょっと私のブログの1年目からのページビューなんですけれども、これだけ見るとなんかすごい順調じゃないのって思えるかもしれないんですけれども、本当にでもこの大切の半年が本当につらかったんです。ここを我慢自分できなかったら多分続けられなかったし、ここを乗り越えたから多分次へ行けたんじゃないかと思います。でこのグラフに対して私のライフイベントを見てみますけれども、長女が1歳半の時に開設しました。この頃は本当にね、最初は結構がむしゃらに頑張っててですね、まあ、クオリティのばらつきはともかくとしても週 2,3 本書いてましたね。今絶対無理ですね、これね。すごいよくやってると思うんですよね。で、この4年目あたりで2人目を出産しました。で、ここで運営体質がガラッと変わって、月、まあそれでも 1,2 本書いてたのが週 1,2 本だったのが月 1,2 本まで落ちます。さすがにこの時は書けないと思って、それでも月1本は何があっても頑張ろうっていうちょっと義務感みたいなのを自分に課してやってたので、それでも月 1,2 とか書いてるんですけど、この時の記事はうんと短い記事が、絵日記みたいな赤ん坊生まれた絵とかそんなようなことしか書いてないので、この辺りはとてもそんなにクオリティの高い記事ではないんです。それでも、更新頻度が下がったのにそれでも10万 PV をキープしてたのは最初の本当に1年目の頃の貯金だと思うんですね。なので5年目ぐらい、6年目かなぐらいからやっぱ貯金が切れてきてどんどん落ちてるんですよね。で、ただ職場復帰をしまして、で仕事に触れることでまた技術系の書けるネタが増えてきたものですから、で更新頻度低くってもここの辺りからやっぱり1本あたりの記事のクオリティが上がってきました。でまあこれ主観でしかないんですけれども、この辺りの5年目の職場復帰あたりからの頑張りが実を結んで最近やっと上がってきたんじゃないかなって思ってるんです。でこのことから私は頑張った結果って2年後ぐらいに来るんじゃないかなって、まあすぐには来ないですねって思ってます。じゃあ本題に戻って、じゃあなぜ続かないのか、やっぱりブログが続かないのはネタがないからなのか、本当にあるけど自分でブレーキをかけてないかと、同じような内容をすでにたくさんブログ他に書いてる人いるし、今さら自分の書いたって需要ないしって思うことあると思うんですよね。でも私も最初そう思ったんです。本当にもう競合なんかいくらでもありましたし、特にワードプレス系の技術記事なんか自分より詳しい方たくさんいらっしゃいますし、たくさんの方が書いてるんですけど、私も実際そういう情報ブログを見て憧れて私もやってみたいと思って始めたんですけど、でもやっぱり、まあ、パクっちゃいけないですけどもそれでも自分の言葉で自分の体験を書くっていうのは絶対無駄にはならないです。で同じネタであっても自分の表現と他人の表現が違うので、それを読む人の選択肢は増やすことができます。で自分の表現方法が合う人っていうのもやっぱ必ずいると思うので、自分なりに、ネタかぶりだったとしても自分なりの表現で書いてみるっていうのは無駄ではないと思ってます。まあ、それでも本当にないっていうんだったら、それはやっぱりインプットが足りてないっていうのがありますよね。私も職場復帰するまでの、会社休んで出産しての1年はやっぱり仕事のネタっていうのをやってたこなくって、子供の絵とか描いちゃったりして、まあそういうのとか、あと体力とか精神力、気持ちに余裕がないと描けないんですよね。こういう時はもうね、思い切って休んだ方がいいです。で休んでる間に溜めて放出してればいいと思います。でじゃあネタがあってもモチベーションが続かないかもしれない、これ、こうやっててこうなりますよね。誰も見てない、つらい、つまんなくなってきちゃう。これは、まあ、大多数の方こうなんじゃないかと思いますし、私も先ほどつらかったって言ってた最初の半年は本当にこれだったんですね。でもこれはやっぱりモチベーションを、自分のブログのモチベーションを他人に求めてるからだと思うんですね。
で書いたものを読んでほしい、それは当たり前の欲求です。公開するからには読んでほしい、当たり前なんですけども、それはそれとして、そこを乗り越えるために、自分にモチベーションを求めるっていうのがやっぱ最初のうちは大事だと思います。そうでないとやっぱ、ね、心が折れてしまいますね。 で次、コンテンツには性質があるっていうお話をさせていただくんですけども、性質っていうのもまた読まれ方も違うし、その特徴に合わせた戦略というものがあると思うんです。で、分類として大きく2つ、フロー型と呼ばれるものとストック型と呼ばれる、ストック型と呼ばれるものがあります。で、これ自分の向き不向きもあると思うんですね。で、一口にブログやるぞって言っても、自分に無理のないスタイルを見つけられないとなかなか続かないものだと思います。で、スタイルによっては別にブログじゃなくてもいいんです。ツイッターだとか、ノートとか、あとキータとかいろいろありますよね。なので、向き不向き、あとそのスタイル、そういうものでこだわらずに、そう、自分のブランディングに最適な形はその人の特性それぞれだと思うんですね。で、もうちょっと突っ込んだところ、フロー型なんですけども、こちらの旬な情報などを扱った短期集中型と呼ばれるような、そういうコンテンツですね。で、掲載時のアクセスが一番多くって、で、時間の経過とともにどんどんこう読まれなくなるみたいな、Twitter とか、ね、SNS でドカーンとバズって緩やかに落ちていくって、こういうものがフロー型と呼ばれるものですね。で、こちらの特徴は短めの記事 で画像とか動画とか目を引く仕組みがあって、で、更新頻度がそこそこ高いようなので、こういうものがすごくいいですね。で、こちらには情報を追ってくれるファンの獲得が必要なんです。で、このアカウントを、ね、発信する情報を継続的に見たいと思わせるような、そういうものですね。で、これ結局のところ普通最初からファンなんていないんですよね。もう SNS 始めていきなりドッカンとバズるのは芸能人みたいです。最初から一般人がなんだ、すごいみんなに読んでほしいっていうのはやはり最初からはできないですね。なので、やっぱりこれも地道にやっていくしかないです。で、こちらのこのフロー型の情報の出し方が上手な方っていうのは本当に上手で、イラストや動画で見やすく分かりやすくみたいなまとめ方をして、で、それがさらにコンスタントに発信されるっていう方すごいいらっしゃるんですけども、私は残念ながらこのフロー型苦手みたいで、端的な情報をこまめに発信するっていうのが非常に向かない人間なんですね。なので、私がこれをやろうとしたら多分続かないと思うんです。逆にじゃあストック型っていうのは、こう、私はもうガチでこっちなんですけど、これはじゃあどういう特徴なのかっていうと、こうそこそこボリュームがあって、時期を問わず検索される情報ですね。こちらはさっきのと逆で、爆発的にドッカーンというアクセスはしにくいんですけども、時間が経ってもずっと安定して読まれる、こういうものがストック型って読まれますね。で、これは一記事ごとに、いろんな記事があっても一記事ごとに独立した価値がつくので、私これ経験談なんですけども、自分のブログで本当にジャッタなジャンル、プログラムがあって裁縫があってみたいな、すごい変なジャンルなんですけど、それでも割といけはします。ただまあジャンルは本当に言うと絞った方がファンはつきやすいことはつきやすいんです。 VBA やりたい人が裁縫を一緒に見るかって言ったら多分そんなにないと思うんで、ただ私自身として扱ってても割とストック型ならいけるという、経験があります。で、こちらはこちらでドメインパワーっていうのを獲得するのにやっぱり時間がかかりますね。で、ドメインパワードメイン力ってやつですかね。最初はやっぱりないんですけども、記事数が増えたり、あと時間経過、良質なものをどんどん増やしていくと、検索順位が高くなりやすいっていうのは実際あります。で、競合、やっぱり競合って同じようなネタを扱っているところが、同じようなところを扱っているブログさんもあるでしょうけども、そこに自分にしか書けない情報っていうのがやっぱりあると強いですよね。で、ドメインに対してパワーがつくので、やるんだったらやっぱ最初から独自ドメイン取っておいた方が長くやるんだったらおすすめです。で、これに対してもまあ普通最初から検索に引っかからないんです。これもでも結局どっちやったって最初は読まれなくて当たり前なんです、本当に。で、ここで私の解説してから半年の経験なんですけども、ちょっと
3ヶ月目でドメイン取って引っ越しちゃったんで、それ以前のデータはないんですけど、2桁だったはずです。で、最初それでもこの時期にこれでもかっていう記事を私はたくさん書いたんです。もう全然それでも読まれなくて、自分の中ではかなり自信がある記事を結構トントン出したんですけど、全然やっぱり読まれなくて、この2桁の PV で自分渾身の記事を連発するってのはなかなかにきついもんでして、やっぱもうこれがダメだったらもう何書いてもダメなんじゃないかなって何度も思いました。もう孤独と戦いながらやりましたね。でもそれが最初の3ヶ月だったんですけど、そこでやめてしまったらもうあの後はなかったんだと思います。なので最初は我慢の時期じゃないかなと。ね、ブログの未来の財産をストックする時期であると、最初の1年は。で、結果は 2,3 年後に見えてくる。本当に最初1年目出したばっかりで全然読まれてなかった記事も、1年以上、もうなんなら 2,3 年経ってから急に検索上がってきたなんてこともよくあるんです。で、今もう7年目ですけど、1年目の記事未だによく読まれてます。はい、じゃあいい記事ってなんだっていう、そういうお話も、いい記事はなんだっていう話なんですけども、じゃあフロー型とストック型とコンテンツの質が違うんだったらその内容も違うかっていうと、フロー型っていうのはバズったで終わりじゃいけないと多分思うんですよね。バズった後にその後にじゃあ購入してもらうとか、何かプロモーションに何か役立つとか、そういうことだと思うんですけども、でストック型っていったら、まあ長く安定した PV が獲得できるものなのかなと、私ちょっと連編の人間じゃないのでちょっとあれなんですけども、そういうことじゃないのかなと思うんですけども、まあ、実際は目的に合った結果がきちんと得られるものが良い記事なんじゃないかなと。で、私が思う良い記事っていうのは、これちょっと私がガチのストック型の人なので、ストック型の話になっちゃうんですけど、どんな時に検索しますかって、何か疑問があって解決したい時に検索すると思うんですね。で、検索結果の一番上にあるとは限らないんですよね。検索結果の中からさらに探すと思うんです、いくつも読んで。なので結局その疑問にぴったりな答えが書いてあるのがその人にとってのいい記事だと、別に検索のトップにあるものがいい記事だとはその人にとっては限らないと思うんですね。ちょっと脱線します。バズるとどうなるってお話です。バズるとガーンってくると、フォロワーさんが増えますね。フォロワーが特に、Twitter とか Facebook が増えますね。で、ストック型は私の体験談なんですけど、ドッカーンと来て、戻るんですよ。戻るんですけど、その後ちょっとずつ底上げされる感じがします。これちょっとで数字がなくて申し訳ないんですけども、で、自己のブランディングの近道になることは確かですよね。ただストック型の場合は別に必須ではないと思ってます。バズらなくたって地道に成長させることができますし、でストック型の場合一記事一記事の価値なので、個人の知名度さほど問題じゃないんですね。私は自分のブログはもうジャンルが雑多すぎるので、あんまりその、個人に対してはそんなに思わなくって、一記事一記事価値がつけばいいなと思っています。これが、バズった記事のグラフです。これはですね、2012年11月にこう公開した瞬間ドカーンっていうね、ハテグ専用の超えたやつがありまして、これは、和食の組み合わせの色コード何十パターンみたいな、そのようなの書いたんですよね。これがドカーンって来たんですけど、このオレンジのところなんですけど、落ちて、こんなもんそこそこ言ってる。これその記事ごとの一月の PV なんですけども、これをじゃあ全体でどんなもんだって見てみると、こんなもんなんですよね。こんなもうこれしかないんですよ。バズってようがあんなもんなんですよね。じゃあこっちバズってない記事です。これ公開してしたのが本当にこれ1年目の頃ですね、なんですけども、公開して1年以上経ってから急に伸びて読まれるようになった。これプレゼンとは何かみたいな、そんな感じの記事ですね。こんな感じのもので、これも1年目に書いたものではあるんですけども、できるだけ長く上位にいられたら嬉しいなと思ってリライトを未だに続けてはいるんですけども、それでも検索上位のキープってなかなか難しいですね。ドグル先生の
アルバムで、これはバズってないですけど、まあ、こんなもんです。なのでまあまあバズってようがバズってまいがまあ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 みたいなそんな感じですね。 でもバズりやすい記事っていうのは私は存在すると思ってます。これはあの人によって判断が違うデリケートなことで、特にちょっと違うぞって言いたくなるもの、これは本当にバズりやすいですね。もう人は違うって思うことほど書きたくなる。でそうだって思うことに対しては、ね、何も言わないんです。そういうもんなんですよね。でバズると読む人の母数がドッカーンなので、心ないコメントでもそれにしやすくなるので、あんまりね苦しいですあんまりね、いいことじゃない、まあ、悪くないですけど、私はもうあんまりバズるのはもういいかなって思ってはいます。で、まあ、それでも経験するとやっぱあネットって怖いなってわかるんですよね。でもそれがわかるおかげで今まで以上に記事の裏付けとか、あと言葉選びが慎重になって、まあ、一記事のクオリティがさらに上がるということはあるかもしれません。はい、記事層が厚ければバズらずとも安定すると思いますね。これ、あれがバズってる子ピョーンってドンって言ってるけど下がってるやつ、あれがバズってるやつなんですけど、あんまり影響ないんですよね。なのでこの辺りのやつをいっぱい書いた方が美味しいと思ってます。特に今この記事なんて2012年9月、本当これも1年目の記事なんですけど、すごいんですよこれ。ここ去年急にドン、何なんでしょうこれはエクセルのサム関数の裏技という記事です。でこのこっちはこのこっちの方はエクセル VBA のクラスモジュールとは何かというすごいマニアックな記事ですね。1万字超えてるよくこんなに読まれますよね自分で言うの、まあ、そういう、そういうそこそこのものをいっぱいやった方が硬いと思います。さあ、じゃあいい記事を書くために私がどんなことをしているかということなんですけども、でさっきいい記事が何だったか言ったんですけど、誰かの疑問にぴったりな答えがいい記事って言ったけど、誰かの疑問なんて分かるわけないですよね、他人ですもんね。だったらまずは自分をターゲットにしてみようという話です。で自分が疑問に思うことは大体誰かも疑問に思ってます。で自分へのアンサー記事を書けばそれを必ず誰かに需要があると私は思ってます。で技術系の記事なんかは事実を簡単に書き出すだけでもそこそこのボリュームになりますし、あとふわっとした概念も、これも面白いんですけど、私これも始めた頃です、1、2年目の時に大人とは何かみたいな、大人と子供の違いは何だみたいな記事を書いたんですけど、それよく読まれるんですよね。そういうなんかよくわかんないものを言語化して自分の定義はこうだみたいなのを書いたら若者が読んでくれる若者がコメントをくれるんです、20歳ぐらいのそういうことがあります。なのでまずは自分の疑問にぴったりな答えを目指した記事を書こう、ね、で自分をターゲットに書こう、自分の疑問をどう解決したのかをネタにできるじゃないかと、まあ、検索しますよね。で情報が多かったら、でもそれでも大抵一発では解決しないじゃないですか。いろんな1個目見て2個目見ていっぱい見ていろいろ想像して自分の状況に合う解決法を自分の言葉で書いたら、それはもうそれは唯一のものだと思うんですよね。でさらに検索して情報が少なかったら逆に違う方法で調べて解決法というのが絶対あるんで、それを書いたらまた競合少ないですよね。 なかったんですから、だからいいと思います。私これは例えばですね、ディズニーランドのチケットをねカード決済したらロックかかっちゃって買えなかったことがあって、検索しても出てこなくって、で楽天のカード会社に電話してロックかかってますって言われて解除してもらったんですよね。そのことをブログに書いたら検索順位が上がってきてるんで、やっぱり同じ体験をする人はいるんですけど、その解決策を書くって人はやっぱ少ないものもありますよね。そういうような、あとまあいろいろマイクスタンドとかね、あのカラオケが趣味でマイクスタンドが欲しかったんですけど、そういう買ってる人いなくって、でしょうがないから自分で買ってる理由を書いたら売れるんですよ私の本よりマイクスタンドの方が売れてるんですよ、ね、そういうこともあります。はい、じゃあ、私の書き方です。勢いで書いて1回寝かせます。
とりあえずまずはもう勢いがある時にもう短い時間でバンと書いちゃいます。でタイトルだけは先に決めちゃいます。下書きをたくさん持つ。私はもう一回書き出してから公開までかなり時間をかけるのでストックをたくさん持ってます。で書きかけの記事でもノータイトルだともうはっきりつけちゃうんで、タイトルがちゃんとしてるとあこれだったかなって思うのでやってみます。あでこれはストック型ならではの話だと思って、フロー型のスピード重視のことあると思うので、あの必ずしもこれにこれが正しいとは思わない。で、はい、次寝かせた後理解分解再構成、はい突然の鋼の錬金術はい、また笑ってもらえてよかった、はい、忘れた頭で読み直してそれは理解できるのか、なんでこんなこと書いたんだっけ、これ再現できるのか、これ曖昧な部分ってことですよね。これが続けますで、勢いでズバーって書いたものは本当にもうしっちゃかめっちゃかなので分解します。最初から構成立てて書こうとすると時間かかっちゃうんですよね。なので最初にズバッと書いていくから分解する、そして再構成、状況とかもとにかく情報はなるべく詳細に残します。絶対忘れるんで半年3ヶ月後の自分は他人ですと思ってますでこれを繰り返すとライティング力、あと構成力っていうのがついてますね。ではい次、ここまで書いたら次はターゲット自分だったものを今度自分と属性の似てる他人に置き換えます。これが、主観をできるだけ排除することだと思ってます。例えばですね、この単語は自分では分かるけど一般的じゃないかもしれない、あと自分の目線、私はもう女性ですけども男性がこれ読んだ時に言い回しはこうじゃん、こうした方がいいんじゃないかとか分かりにくいんじゃないかとか、あと不快な表現がないかとかですね、あと最初につけたタイトルだけでその内容が予想できるか、これも大事だと思いますね。で、ここで改めて時間を置いて自分で読んでそれが面白いか、自分でここでやめる時もあります。で全く知らない赤の他人が書いたとしてこれ面白いか、検索から来る人は私のこと全く知らない人なんでファンじゃないんです。全く自分を知らない人が読んでそれが有益かどうかっていうのをもう一度考えます。で、これストック型の記事なんですけども、情報は多めでもいいと思ってます。耳で聞く情報とかフロー型はやっぱ短い記事の方が好まれます。情報型はちょっと辛いです。でもストック型は長くても私の経験上ありじゃないかと、私平均5000文字言ってます。でそこで読み切れなくても絶対に必要だと思われればブックマークしてもらってまた戻ってきてもらえるんで、ただ長いだけがいいわけじゃなくて、拾い読みができたりとか見出しがついてたりとか、あとまあ CSS に何かできると思うんですけど、もう読み飛ばしてもここは大丈夫と思わせる装飾とかもしていいと思います。で、はい、公開したらまたこれが終わりじゃなくて、過去記事ですね、メンテナンスしながら錆びていくんですよね。で新たに情報を追記したり、現状にそぐわなくなっちゃったのはもう中期化もしくは私は削除しちゃったりもします。で1年目に書いた記事も私何だに定期的にリライトしてます。本当にしつこいと思いますで公開日は公開日でも更新日は更新日、公開日が古くても更新が新しければそれはやっぱり情報の鮮度は保たれていますし、 Google 先生はちゃんと見てくれてます。でどんなキーワードでこの記事に検索されてるキーワードがその記事の内容と合ってるかってことも私チェックします。で検索ワードでこの記事に対する自分の思ってた検索ワードというよりもいいワードがあるんだったらタイトルをそっちに変えちゃいます。そういうこともあります。でこの検索でこのワードで検索されてこの記事に来てるけどもあんまり内容が合ってないなってのがあったら、私はそのに対する記事を新たに書きます。そういうのもいいと思います。はい、で一番の読者は自分であると思いましょう。ブログで公開した記事っていうのは自分の財産です。アウトプットの労力は必ず自分に返ってきますし、良質なポートフォリオにもなります。私はこれで書籍の仕事をいただくことができましたし、で記事が増えていくとそれは自分の辞書になりますね。あの時どうしたんだっけっていう役に立ちます。これは私2人目 の, 入あの子供が保育園に入園するときに子供に持たせる絵本言葉とかそういうのを写真付きで作ったのメモというかブログにあしてあったんですね。なのでどのサイトを見て
そこから布をいくつ買ったとか、紐何買ったとか、あとどの本の型紙で作ったとか、そういうことを自分のブログを見て思い出してます。役に立ちます。なんで1番は自分なんですけど、2番目にこの役に立てたらいいなっていつかぐらいに思っていくと辛くないかなと思います。でちょっと時間押してきちゃうんですぐ、もうすぐ終わります。アウトプットこそが、これ一番あれなんですけど、まず何か行動を書くとき、ググって行動を調べてコピってきて、動かない、ね、頑張る、動いたら嬉しいですよね。でもここで終わったらもったいないと、これを、汚くなっちゃったコードをブラッシュアップして、いらないコードとか混ざってたりするんですよね。これを1行ずつコードの意味にして、最終的に必要最低限のコードにするのがすごい勉強になるんですね。でこれがやっぱ一番重要だと思ってます。でブログを書こうと思わなければ、動いたところで終わっちゃうと思うんですけど、ブログにアップするんだったらちょっとこのままじゃやべえなって思うんで、やっぱ一回ブラッシュアップします。でこれをそう公開してやることですごく勉強になって、でさらにここでコメントもらって、こういう時どうしたらいいですかって言われることに対して、それってやっぱ自分では絶対発想できないようなことだったりするので、それに対して、じゃあこうしたらどうですかっていうのをやると、すごいこれが勉強になるので、ぜひ技術系でブログやってみたい方もすごいやってみるといいと思います。はい、じゃあこれ最後になります。あなたの体験やノウハウは実はとても貴重だということを言いたいです。あなたの体験、それをあなたの言葉で書けば、それは唯一のものであると思ってます。こんなこと誰もがやってるし、もざら自分がやらなくてもいいしと思うようなことは誰かの役に立つんです。で、ライティング能力も最初はやっぱ、ね、やらなきゃ誰もが初心者なんですけど、続けてれば必ず向上します。で、いいものなら数年必ず上がってくると信じて、まずは1年諦めないで続けてみようということを今日はお伝えしたかったです。はい、ブログを続けていたおかげで、こんな大きな、こんなにたくさんの方にお話聞いていただくことができました。本当にありがとうございました。それではですね、質疑応答の時間少しだけありますので、何か質問したい方、挙手お願いいたします。貴重なお話ありがとうございました。300記事ぐらい書かれてるとおっしゃってて、はい、でリライトの件が出てきたのでちょっとお伺いしたんですけど、はい、リライトするとその SEO のサイト化とか、はい、その検索エンジンの負担が乗らなくなったりとか、そういうリスクがあって僕はちょっとなかなか手が出なくて、それもなんか基準というか、定期的に更新されてるんだらペースとかもちょっと具体的に教えていただいて。そうですね、はい、私はSEO 的にリライトしたらそれより順位が落ちると思ったことがないんですよね。今より確実にいいものにしようっていう風な気持ちでリライトするもんですから、あんまり SEO でこれで検索順位が下がるとかは考えたことがないですね。逆にもっと上がると思ってやってます。で、感覚というか、それはたまに自分の過去記事をなんとなく読み返して、おっとこれきついなって思った時に書き直してたり、あと例えばツイッターとかでエゴサーチなんかしたりして、誰かが私の記事についてつぶやいてくれてる時に、あ、この記事読まれてんだやべえと思って読んでみたら、ああここ甘いなみたいなのを書き直したりとか、ちょこちょこいっぱいやってるみたいな、そんな感じですかね。はい、誰かいらっしゃいますか。聞いてみたいこと何でも。ゆうさん今日まだ会場おられますか。はい、夜までいます。今日は泊まりで泊まりで明日長野に帰ります。よろしければ、はい、個人的に何か質問ある方はまたゆうさんのところに行ってみてください。はい、大変改めまして大きな拍手をお願いします。